ドッペルゲンガー、それは自分の分身のこと。この世には自分と全く同じ姿形をした別の存在がいるとされているんです。そして恐ろしいことに、このドッペルゲンガーと遭遇した者は命を落とすと言われているんです。これは根も葉もない都市伝説とされているんですが、今から遡ることおよそ4年前、2016年、アメリカニューヨークで起きた事件はまさにドッペルゲンガーによる殺人事件だったんです。美容サロンに勤務する35歳の女性オルガ・ツイクは幸せに暮らしていました。常連客の7個上の女性ビクトリア・ナシロワと意気投合し、素敵な友人関係は彼女の暮らしを鮮やかにしていたんです。そして2016年8月オルガはビクトリアを自宅に呼んで2人で遊びます。ビクトリアが買ってきてくれたチーズケーキは非常に美味しく、楽しいひとときを過ごしていたんですが、オルガは途中で体調を崩しベッドで寝込むことになったんです。そして翌日、別の友人がオルガの元を訪れます。そこで友人は衝撃を受けることになったんです。なんと寝込んでいるオルガの周りに大量の違法薬物が散乱していたんです。それはまるでオルガが自殺を図ったと見せかけたいようだったんです。さらに確認してみると、オルガの自宅からパスポートや指輪、そして現金など貴重品がなくなっていたんです。幸い一命を取り留めたオルガ、検査の結果チーズケーキにはなんと薬物の混入が判明。そう、親友だと思っていた相手は殺人未遂犯だったんです。まあ、ですがここまでならそんなに珍しくない事件なんです。この事件が有名になったのは、逮捕されたビクトリアの容姿が明らかになった時だったんです。なんと彼女はオルガと全く同じ顔だったんです。殺人未遂犯と被害者の顔が同じというドッペルゲンガー殺人事件、このことは事件と一体どんな関係があるのでしょうか。実は犯人のビクトリアには思いもよらない衝撃の動機があったんです。はいどうも、滑舌が未だに悪くてヤバすぎて世の中泣きそうなケンちゃんです。噛んじゃった。どうも、ヤミヤミです。でも本当あんたは滑舌ずっと治んだよ。俺ね、皆さんマジでもっとちゃんと伝えたいのにめっちゃ悔しいです。本当でも頑張ります。あんたの代わり呼ぶしかない。いやいや、やだ。俺は俺オリジナル。まあ、今回はね、もうめっちゃ面白いですこの事件。なんか容疑者と被害者の顔が一緒らしいですよ。まあ、いわゆるねドッペルゲンガーってやつなんですけど、まずはですね、この事件の鍵を握る重要な人物を紹介していきたいと思います。事件の発生、突然ですが皆さんはミステリーにはその着眼点によって3つの種類に分けられることをご存知でしょうか。まず1つ目は誰が犯人なのか注目するフーダニットという見方、そして2つ目が犯人がどんな方法で犯行に及んだのかに注目するハウダニットという見方、そして3つ目が今回の着眼点、犯人の犯行動機が一体何なのかというファイナニットなんです。まあ、今回のね事件なんですけど、犯人のねビクトリアの犯行動機がマジで意味不明すぎてファッキンなんですよね。今回の事件後、当然ビクトリアは逮捕されたんですが、被害者のオルガは命を失っておらず、また貴重品が奪われたということで、これは昏睡強盗の事件だと考えられたんです。つまり犯人の動機はお金だと。ですがこの結果に待ったをかける人物が2人登場するんです。それがナディア・フォードという女性とハーマン・ワイズバーグという私立探偵なんです。でもこれかなり奇妙な話なんですよね。というのも、まずナディアは被害者のオルガと全く面識のない一般女性なんです。なので事件に介入したのが結構唐突なんですよね。そしてハーマンも事件が起きたニューヨークの警察ではなくて私立探偵なんです。一度迷宮入りした難事件とかで私立探偵が出てくるなら理解できるんですが、今回は現場を捜査して事情を聴取すればすぐにビクトリアが犯人だと分かるような事件だったんです。まあ、つまり地元警察だけで事足りたんですよね。いや別に警察だけで事足りんならこの2人いらないじゃない、新しく出てきたやつは。まあまあ、でも2人が出てきたということは理由があるんですよ。今回の事件はオルガとビクトリアが出会ったことから始まったと考えられていました。つまり友人関係となるも、その中で出来心が芽生えてしまった、そういう事件だと。言うなれば彼女らの出会いがこの物語の1ページなわけだったんです。でも本当はそうではなかったんです。全ての始まりは9年前、2007年に遡ります。どういうこと？まあなんかね、この事件をね
本当の意味を理解するには、うん、なんと今から30 years ago 2007年に戻らないといけないんです。ナディアの悲劇。全てはロシア出身の女性ナディア・フォードがニューヨークに引っ越してきたことから始まるんです。これが第1幕となります。ニューヨークはナディアにとって憧れの地でした。ですがその反面彼女はふるさとに一人残してきた母アラのことが気がかりだったんです。寂しい思いをさせているのではないかと。優しいな。しかしその心配は払拭されることになるんです。それは母が隣に新しく引っ越してきた女性と仲良くなったから。いやいや、それだとなんか離れてても、うん、お母親のこと安心して見守れるわね。確かに、うん、ところがある日事態は急変するんです。2014年10月、ナディアは母に電話します。ですがいくらかけても出なかったんです。何か嫌な予感がしたナディアは実家に帰りました。そして案の定そこに母の姿はなく、さらにクローゼットに隠していたというへそくりの5万ドルも消えていたんです。そこでナディアは失踪した母を見つけるため手作りのチラシを配って情報を集めようとします。さらに母を探して来る日も来る日も車を走らせたんです。ですがこの事件の舞台はロシア。あの広大な国を人間一人で探すのは砂漠でダイヤモンドを探すようなものだったんです。結果3ヶ月が経過するも成果はゼロ。自分一人の力に限界を感じたナディアは私立探偵を雇うことにしました。ああ、はいはい、これこの出てきた探偵がさっき出てきたハーマンでしょ。これ探偵は非常に泥臭い作戦に打って出ます。それは各地の道路に設置された監視カメラをしらみつぶしにチェックするというもの。やはり舞台がロシアなのでこの作戦も骨が折れるんですが、その結果は上々。なんとある車の助手席に乗せられた母の姿をカメラが捉えていたんです。そこでその車を調査すると、それはレンタカーであることが発覚したんです。ということは誰が借りたか、つまり犯人を割り出せるんです。そしてその犯人は大方の予想通り母と懇意にしていた隣人だったんです。そう、ビクトリア・ナシロワだったんです。ここで冒頭のチーズケーキの事件とつながるってわけね。まあそうなんですよね、うん、このビクトリアってやつがね、うん、全然ビクトリアじゃないですよね。ビクトリアってどういう意味で使ってるのか。ビクトリアの行方。ここからビクトリアの調査が始まります。ですが彼女は非常に腕のある犯罪者。実はビクトリアは類まれなる美貌を持っており、それを武器に捜査官を誘惑、そして偽造パスポートを作成し海外に逃亡してしまうんです。でも捜査官だるんだるんじゃない、これどうなってんの。一方でナディアの母も発見されました。しかし母の姿は焼死体、努力の甲斐なく親子の再会は叶わなかったんです。そこでナディアは復讐を決意。絶対にビクトリアを逮捕して罰を受けさせる。ナディアは自分の人生をかける決意をしたんです。ナディアに報われてほしいわね、これ。いやそうなんですけどね。まあでもね、一方でね、ビクトリアのね捜査はね困難を極めてしまってたんですよね。あのかの有名な、ね、インターポールがね、あの国際指名手配、まあ、つまり世界中でねビクトリアをね指名手配してたんですけど、結局ビクトリアの行方は分からなかったんですよね。ですが唯一の肉親を奪われたナディアに諦めるという選択肢はなかったんです。彼女は執念で捜査を続けます。そんな時あることを思い出したんです。それは亡き母との会話。母親思いで毎日のように電話していたナディアは様々な言葉を交わしていました。晩年の母の親友は悲劇的なことにビクトリアだったんです。ですがだからこそナディアはビクトリアに関するあらゆる情報を耳にしていたんです。例えばそれはビクトリアの Facebook のアカウント。いやいや甘いわね、こんな情報残してたら超有力な情報よこれ。確かに、うん、このなんかアカウントに関してはね、警察も見つけられなかった手がかりだったんで、うん、本当すごい情報なんですよね、うんうん。ここでニューヨーク市の警察として20年間活躍した経歴を持つベテラン私立探偵ハーマン・ワイズバーグを仲間に加えるんです。ベテラン敏腕探偵ハーマンにとって Facebook はまさに手がかりの宝庫。彼はあっという間にビクトリアの家の特定に成功するんです。では一体どのようにして特定したというのでしょうか。
まずハーマンは投稿された一つの写真に注目。それはサングラスをかけたビクトリアの写真。よく見るとサングラスに彼女のものとおぼしき車のダッシュボードが反射して写っていたんです。それを拡大してみるとダッシュボードはナビ画面の上にアナログ時計があしらわれていたんです。これは非常に特徴的なデザインだったため車種の特定は容易だったんです。車種は非常に高価で所有者の少ないものだったんです。次にハーマンが目をつけたのは Facebook のいいね欄。実はビクトリアは飲食店の投稿によくいいねをつけていたんです。そしてそのお店はなんとブルックリンのロシア人街のものばかりだったんです。そこでさらなる手がかりを求めその街を歩き回るハーマン。するとビクトリアの車と同じ車種のものが一軒のアパートの前に止まっていることを発見。そしてその前には電柱、電線、マンホールなどがあったんです。実はこれビクトリアのサングラスに映っているものと酷似していたんです。ここでついに彼女の住む家を特定したんです。まあ、一方でね、ビクトリアはこの時点で一体どんな生活を送っていたのか気になりますよね。希代の悪女ビクトリア。実はビクトリアの犯罪はナディアの母の殺害が初めてではなかったんです。その前から窃盗や恐喝を繰り返しており、ナディアの母に近づいたのも最初から犯行目的だったんです。彼女の手癖の悪さは逃亡先のニューヨークでも収まりません。金品を奪う犯罪を何度も繰り返していたんです。単にそういった生活が好きなのか、そんな自分を見せるのが好きだったのか、その真意は定かではないんですが、一つ言えるのは彼女が使うお金の額は自分で稼げる額を大きく超えていたんです。そしてその差を埋め合わせるように犯罪が行われていたんです。一方で彼女はニューヨークで犯罪をすることに危機感を覚え始めていました。このままでは犯行がバレるのではないかと。ですがニューヨークから逃亡するには偽のパスポートが必要なんです。そんなものは簡単には手に入らないんです。行き詰まるビクトリア。しかしここで悪魔のひらめきが彼女に降りかかったんです。まあ、これがね、最初のテーマで示したこの事件の動機ってやつなんですよね。つまり Why Danny ってやつなんですけど、なぜ彼女は殺人を犯してしまったんでしょうか。真相。ビクトリアのひらめきはオルガとの出会いがきっかけとなりました。自分とそっくりの顔を持つオルガを見たビクトリアはこのように考えたんです。こいつのパスポートなら私のものとして使えるんじゃないかしら。そう、ビクトリアはオルガを殺害し彼女になりすますという計画を立てていたんです。はあ、だから同じ顔の人を狙ってたってわけだこれね。まあそうなんですよね、なんかドッペルゲンガーってあったらもう死ぬみたいな話なんですけど、やっぱ現実世界なんで、まあ、そんなね、まあ、嘘じゃないですか、あるわけないんで、結構現実主義なんで、殺すにはね、ちゃんとね、理由があったっつうことですよね、そこに、はい。ところが、殺人は失敗に終わり、オルガは九死に一生を得たんです。ビクトリアの犯行計画は、オルガを自殺に見立てることが大前提。そのため、あっけなく犯行が明らかになり、2017年、逮捕されたんです。しかしこの時点ではあくまで彼女の逮捕は昏睡強盗を容疑としたもの。それだけならすぐに釈放されることでしょう。ここでナディアとハーマンがロシアから追いかけてきたことが大きな意味を持つんです。そう、ビクトリアに因縁を持つ彼女らの奮闘によってビクトリアのこれまでの罪も明らかになったんです。希代の悪女に今現在ようやく正義の鉄槌が下ろうとしたんです。容姿がそっくりの2人の出会いから始まったドッペルゲンガー殺人未遂事件。しかし実はその物語の本当の始まりは約9年前に遡っていたんです。物事の本質はその歴史を正確につかむことで見えてくるんです。というわけでですね、皆さん、ここまで見てくださって、全然飛ばしてもいいんですけど、飛ばさないあなた素晴らしいです聞いてください。さっさと言いなさい。1分でいいね。ずっと僕たちやってなかったことがあるんですけど、ちょついに、まあ、結構ね、秘密にしてたんですけど、いろいろね、もう答えちゃうってことで、うん、この度ね、アルゴメトリで質問コーナーをね、うん、募集ということで、質問をね、募集したいと思います。どこに書けばいいの、質問は。まあ、コメントっすかね。コメントで、うん、質問、バーって書いてくれる、まあ、そうね。僕たちが結構、見て、まあ、これ、答えようみたいな、ピックアップして、うん、ちょっと、どっかの動画のケツ部分につけるんで、ぜひぜひ、なんか僕たち聞きたいことがあれば、何でも聞いてください。うん、お願いします。はい。募集してます。チャンネル登録と高評価よろしくね。